バースジャパンになる女性には頭が柔らかいのはもちろんですが、体も柔らかいはずです。ミスユニバースジャパンチャンネルです。今回も2023年のセミファイナリストから9名来ていただきました。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も皆さんしっかりトレーニングをしてきたと思いますが、やっぱりウォーキングとかしたから足とか痛いんじゃないですかしっかりマッサージをしてこれからトレーニングに励んでいただきたいなと思いますが、ミスユニバースジャパンになるにはいくつかの能力を兼ね備えることは必要とされております。ということで今回もセミファイナリストのみんなの能力を試す企画をやっていきたいと思います。イエーイ。で今回は前列の4人の皆さんに挑戦してもらいます。今回の企画はミス柔軟です。ミスユニバースジャパンになる女性には知性、容姿、品性など様々な実力が必要です。頭が柔らかいのはもちろんですが、体も柔らかいはずです。で皆さん子供の頃に餃子大前屈って覚えてますか？そう、めっちゃ落ちた。そう、ダンボールじゃないですか。こんな爪の最後の表紙大事だということで今回は、その長座大前屈でミスユニバースジャパンフラッグをつかみ取るという柔らかさを競う企画となっております。はい、ルールの方を説明していきます。今からセミファイナリストの皆さんには長座大前屈の記録で競っていただきます。合計、3回記録測定を行っていきます。1回目はワースト1名が脱落で、2回目もワースト1名が脱落で、3回目まで残った2人で決勝戦に進んでいただくという形になります。なので最後に残った1名にミス柔軟の称号が与えられます。なんですが1つだけ注意点がございます。毎回の測定時、セミファイナリストの皆さんならここはクリアして当然だよねというボーダーラインにフラッグを置いておきます。万が一、その最低ラインを下回ってしまった場合は順位に関係なく私の方でですね、魔法の機械がありまして、こちらの低周波マッサージ機で私が即電流を流します。ぜひ注意してくださいね。不正対策でちょうど伸ばした時点で3秒キープしてください。なのでここの爪先っていうルールは使えません。ではゲームの方スタートしていきたいと思います。まず最初は1回戦目、最低ラインは70歳日本人女性平均値の40センチに、はい、なっております。では最初の挑戦者はアンジェリンです。はい、イエーイ。ちなみにアンジェリンはこれ自信ありますか？ファッションだけはあります。ファッションだけは、はい、ファッションだけは。でも踊りとかバレエの経験はあるんだよ。バレエはないんですが、コンテンポラリーダンスとヒップホップは経験あります。じゃあ絶対柔らかいんで大丈夫、いける。大丈夫です。まだですよ。まだです。それではアンジェリンの挑戦になります。じゃあ皆さんで一緒に3、2、1言いましょうか。いきます。3、2、1。はい、うの方42センチ。はい、では基準以上なのでビリビリ回避になります。
挑戦はゆまになります。イエーイ、頑張れ。さっき今バレエやってたって言ってたけど、もう余裕だよねこれも。ダンス。あ、ダンス、はい、ダンス。何ダンスやってたの？ジャズダンスを。おー、ジャズ。ジャズなら結構なんかすごいこういう感じだから柔らかそうだから絶対いきますので頑張ってください。頑張れ。ちょっとなんか保険をかけさせてもらうと、はい、2ヶ月前に右のハムストリングスを肉離れしたんですよ。めっちゃウォーキングしてるよね、ハイヒールで、はい、無理はせずに、はい、これであのヒール履けなくなったら困りますの で、 です、ね、皆さん声援の方を。しないで。ではいきます。はい、3、2、1、1、2、3、46.5 です。46.5。足の裏とかは気にしながらちょっとやったんですか？あ、気にしながら。あ、気にしながら、はい、それでも、それでも結構いいあの結果だと思いますので、この先もしっかり頑張ってください。次の挑戦者はゆきこです。イエーイ。さっきなんか出番前に突然なんかダンス、あのダンスでは2番目にあの体硬かったって保険かけてきて、はい、自信のほどはどれぐらいありますか？いや、まあ、でも70歳は取りたい。取りたいね。負けたくないです、はい、70歳には。ではやっていきます。3、2、1。あって、やばいやばい。おお、1、2、3。 OK。 なんで、なんで、大丈夫、大丈夫、いる、うん、OK。うん、超えてる超えてる。おー、結構ギリギリなんだけど。今の記録は43センチです。おー、なんか途中ガタンガタンガタン、何があったの？最後の挑戦者みさきになります。イエーイ。足が形でもう物語ってますけど、普段何されてるんですか？あのバレエを教えたり踊ったりしています。毎日やってます？あ、ほとんど。あ、もうじゃあ、もう一番そこまで行っちゃいましょう。お願いします。もうあの、はい、行っちゃいます。それではやっていきたいと思います。3、2、1。うわー、63センチ。ということで1回戦目はビリビリなしでーす。ショック。今それ一番楽しみだったのに。1回戦目の記録が出揃いました。で、今回はアンジェリンが脱落です。脱落者もビリビリします？え、しないですよね。しときますとか何ですかそれ。本当にビリビリ。え、怖っ。ちょっと待って、ごめんなさい。ごめん、今ゼロだよ。え、じゃあさっきちょっとなりましたよ。うん、なった。じゃあいきます。え、嘘、まだ1。ということで2回戦目もスタートしていきたいと思います。最低ラインは20歳日本人女性の平均値47センチ。え、さっきが40センチだったので7センチ差ですね。大丈夫かな。それではゆきこの挑戦になります。後ろの方はもしこれやるとしたらどうですか？できる自信あります？私、長座体前屈点数3でした。3で何？もうこれぐらいしか進まないです。リオさん、なんか世界じゃなくて、世界で1位だっけ？世界で長座体前屈1位だっけ？私は学区内と静岡県で1位でした。すごい。でもあれから静岡
してみて。東京はレベル違う。ではゆきこさん、はい、やっていきます。3、2、1。49.5 です。 49.5。 それではやっていきたいと思います。3、2、1。 うおーすごい。1、2、3。 おー、では美咲の記録63cm です。すごい。脱落者ゆきこでーす。めっちゃプルプルしながら、ね、ありがとうございます。あんな後でいいですよ、私なんて。2人でやってくれたら終わったら時間ないって。だから絶対今服用しちゃろう。2人やろう。はい、やろう。ということで決勝戦はゆまとみさきなんですけど、今回なんと静岡県で1位を取ったの超の大前屈の王者がいますので、リオとバレリーナの先生のことはがシードで入ることになりました。で、今回の最低ラインが中学生体力テストの10点満点の63センチが最低ラインになりますので、これがなかったらビリビリの罰ゲームが待っております。じゃあシード権で突然入ることになった琴葉さん、今のお気持ちをどうぞ。ベルトが保険を保険でも、ま、違う保険で違うタイプ。では琴葉の挑戦になります。いきます。3、2、1。気持ちお聞かせください。ちょっとベルトがきつかったんですけど平均超えられたので良かったです。ベルトからもしかしたらまあ超えたかもここ行ったんじゃないの。そうね、そうね。シード権獲得した静岡で1位のリオの挑戦になります。どうですか今は。2年前の記録なので。あ、保険。それではやっていきたいと思います。3、2、1。おー、いいね。2、3。 OK。 え、しんどい。すごい。何センチですか。69センチです。でも記録は超えたからね。記録は超えたけど、もう静岡1位なら行っちゃダメですもん。もうダメです。こっちに1位がいます。ほんまに。それではゆまの挑戦になります。ついに決勝戦ですが、はい、どうですか今は。今のお気持ちは。1回目から2回目で記録が伸びてるので、
いける気がしますね。マジあれ、ちゃんとね、いけるいける、ね、頑張ってるので、いける気がします。それでは今の調整になります。3、2、1。おお、すみません、もうちょっと、ああ、頑張れ。2、3。はい、手を離してくださいということで、お記録は54センチです。今流してるけど分かる？震えてる。では、最後の挑戦者みさきになります。イエーイ。で今、一番トップの記録が70センチの後頭波なので、70センチのところにフラグを置いてあります。え、超えれなかったらでいい？はい、超えれなかったらでいい。レベル10の電流が流れることになって、平均超えても、平均超えても、つらい。それでは、じゃあみさきさんの挑戦になります。はい、3、2、1。輝くのは誰なのか、で今後もセミファイナリストの成長にぜひ注目してみてください。ぜひあとチャンネル登録と高評価ボタンの方で応援よろしくお願いいたします。それでは次の動画まで、バイバーイ。バイバーイ。めっちゃ硬いじゃん。これからそれ、はい、柔軟ストレッチ頑張ってください。